もしもーし。もしもーし、もしもし、神谷岡部さん、よーいえーはい。ふざけんなよ。ちょっともう俺さすがに負けたくないから、今日すんごい難しい問題用意したから。わかった。まあ、覚悟してくださいよ。大丈夫。いいですか。うん。はい、では本日の日本酒グルメクイズ。テーマはこちらです。じゃん。じゃん。スイーツ。あ、スイーツやった。女子好きだよね、スイーツ。好き。あかねちゃん何が好きなの、スイーツは。ピスタチオのケーキ。あら、またおしゃれな。でしょ、ちょうだい。ファンの皆さん。なんでファンの皆さん。ピスタチオがいいらしいですよ。知ってるよ、ファンの人は。あ、そうなの、うん、そっか。じゃあね、最初にいつもの恒例の質問。うん。ね、日本に、いわゆる西洋のね、スイーツが伝わったのは何時代でしょうか。明治かなぐらいかな。明治っぽいイメージ、ね、なんかお菓子のイメージだよね、明治。明治だからそういうこと。うん、なんかイメージ。あー、まあ普通に考えたらね、ほら、でもね、実はね、戦国時代なんだって。うーん、うん、戦国時代にそのキリスト教をさ、日本にこう伝えに来たさ、宣教師っていう人たちがいて、うん、その人たちがカステラをね、日本に伝えたらしいよ。あ、カステラ、長崎のカステラ。そう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 、うん、あの外国の船がさ、長崎にこう着くからさ、うんうんうん、そこでね、カステラが広まって長崎カステラになったんだよね。食べたい食べたいあのセロハンのさ、とこにさ、うん、あのザラメみたいなのがついてる、あのちょっと高級なやつ食べたい。あのね、ザラメがねできるだけ剥がれない裏技っていうのを昔伊藤家の食卓で見たことあるけど、ね、私それなんか見たかもしんない。あ、ほんと、うん、忘れたけど俺もどんな方法か覚えてない、うん、最悪じゃんそうなんですよ、そのカステラがね、うん、まあ、カスティーラ王国っていうスペインのね、うん、なんか王国の名前がそのだんだん変わってさ、カスティーラカスティーラカステラカステラカステラになったらしいけどね。へー、ちょっと親父ギャグみたいなよくあるでしょ、そういう名前がこうちょっとね、うん、でね、豊臣秀吉とか、うん、結構お気に入りで食べてたらしいよ。へー、そうなんや。そう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 、うん、まあそうやってね、まあスイーツがさ、西洋のスイーツが日本に伝わったんだけど、うん、やっぱりね、たくさんこう日本に入ってきたのは明治時代。うん、明治になるといろんなスイーツが日本に入ってくるんだけど、うん、意外とね、日本生まれのスイーツっていうのもあるんですよ。うん、うん、日本人が考え出したスイーツね、うん、ということで今日の問題はこちらです。じゃじゃん、じゃじゃん。次の3つのうち外国で生まれたスイーツはどれでしょうかっていう問題、うんうん、つまりね、2つは日本生まれです。一つだけ外国生まれがあるんで、それを選んでください。外国の選べばいいね。そういうことです。分かった、はい、1番じゃん、ショートケーキ。ショートケーキ、はい、うんうん、な、1番です、うん、いいか。2番じゃん、シュークリーム。うん、シュークリーム、はい、これ2番です、うん、3番じゃん、ミルクレープ。ミルクレープ、はい、この3つのうち、うん、実は2つは日本生まれです。ちょっと難しいかもしれない、はい、それ以外の外国生まれを選んでください。でもなんか、うん、決めちゃったかもしれん。あ、もう決めましたか。うん、答えをお願いします2番のシュークリーム。へえ、なんで。なんかさ、あのシューってなんか外国のんじゃなかったっけ。なんかシューってなんか外国のなんかにあった気がするんだよね。うん、外国のなんか、うん、なんか外国のなんかその由来のなんかだった気がする。由来のなんか、由来のなんか、そう、うん、で一番は、うん、なんだっけ、え、ショートケーキは日本だと思う、確か日本だった気がする。聞いたことある気がする。で最後のさ、ミルクレープはさ、うん、なんかあんなさ、めっちゃ難しい層になってるじゃん、うん、あんなのさ絶対さ日本人が作りそうじゃん。あ、がなんか外人さんのその考えることじゃなさそう、ミルクレープが、うん、なんか日本人のなんかとか作りそうな感じだから、絶対これは2番、
シュークリーム？シューが本当気になる。シューなんか言ってた気がするんだよな。なんか外国の。外国の何かの由来なの？うん。本当にいいですか？うん。ファイナルステンドージ。ファイナルステンドージ。いいですね。買えませんね。うん。わかりました。正解はこちらです。じゃん。2番のシュークリームです。やった！マジで？いや本当にさ、これさ、私答え知らないじゃん。うん。すごくない？なんだろうね。すごいんだけど、急に賢くなったけ？やばくない？そうなんですよ。正解はね、2番のシュークリームなんですよ。すごい。そうなんですよ。こちらはね、うん、16世紀のフランスで生まれたって言われてます。ね、なんかシューやっぱなんか関係あるでしょ。ほらなんかフランスほらシューってシューなんかシューってあるよね。関係ある。違う、なんか関係あるよね。シュー、え、シューってなんかフランス語だよね。なんか、まあ、なんだっけ、あのフランス語のシューっていうのがキャベツって意味なんだって。あらー、もうなんかそれなんとなく聞いたことあるもん。キャベツに似てるからシュークリームっていう風についたらしいよ。やっとそれコース料理かなんか説明かな、なんかで聞いたことあるな。あ、そう。他の説明聞きたい？うん、聞いてあげよう。うるさいよ。うん、ああそっか。まあまずね、うん、この一番のこのショートケーキ、うん、うん、これはね、本当あかねちゃんの言う通り、うん、まあ日本のさ、富士屋ね、有名な。あ、うん、好き、富士屋。そう、富士屋が作ったんですよ。え、マジで？富士屋の創業者の藤井林右衛門さんっていう人がいるんだけど、うん、その人がね考え出して作ったらしいよ。めっちゃ美味しいよね。まあ、ちなみに富士屋っていうね、うん、名前はね、まあ富士山とかさ、そういう、まあ、日本らしい名前っていう意味もあるんだけど、うん、もういわゆるさ、こう同じものは2つもないような会社にしようっていうさ。え、だから要は自分たちと同じような会社が二つとないようなオリジナリティあふれる会社にしようっていう意味でも、富士屋っていうほら、富士ってほら二つないっていう意味でしょ、字がさ。そうだっけ。二つないで富士屋。え、ない、富ってその不幸の富に、うん、数字の2で富士屋でしょ。あれそうだっけ。そうそう、あ、全然覚えてない。思い出せなかった。え、あ、すごい、唯一無二な感じ。唯一無二っていう、すごい、そう、唯一無二の会社にしようっていうことで。マジで？すごい。そうなんですよ、ね、そんな由来があったの。まあちょっとテンション下がってるけど、説明も。まあ一応ミルクレープの説明もさ、しとくとね、うん、はい、こちらのね、ミルクレープさん、うん、このミルクレープっていうのはこれね、フランス語で、うん、千枚のクレープって意味なんだって。へえ、うん、で、1978年に、まあ店頭でね、発売されたんだけど、最初あんま人気なかったらしいんだよね。うーん、でもやっぱね、ドトールがさ、うん、ドトールといえばミルクレープみたいなイメージあるじゃん。うん、うん、ドトールがね、ミルクレープを置くようになって全国区になったらしいよ。へー、そうなんや。そうだ、意外とね、この辺がだから日本生まれなんだよね。うーん、で他にもね、うん、あのチーズスフレとかさ、うん、コーヒーゼリーとかさ、あー、うん、あとプリンアラモードとかね、うん、あの辺は全部日本生まれなんだよね。へえ、そっか。そうそうそう。いやー、それにしてもやられたね。すごい嬉しい。考えるの楽しいわー。罰ゲーム。でも罰ゲームもういいでしょ。いや、しなあかんやろ普通に。じゃあ言葉攻めでいこっか。じゃあいつも私が言われてる胸キュンを、うん、胸キュンワードをじゃあ逆に言ってもらうことにします。その言葉で誰もキュンと来ないから。拷問だよ、そっちの方が拷問だよ。じゃあ私が本当に、うん、あ、OK ってしたくなるような、うん、告白をしてください。ふんってもうシチュエーションから全部決めてよ。じゃあそれどうやって表現すればいいんですか。え、それは口で言って、どういうシチュエーションするか今。俺が茜ちゃんに告白するとしたらどういう場面で、うん、そう、絶対成功させたいんで、成功させたいんやけど、それは、うん、
だから私がオッケーほんまにしそうな感じの、あのシチュエーションで考えて、どんなシチュエーションにする？そしたらあかりちゃんフレンチが好きって言ってたから、うん、フランス料理屋でに、うん、普段こんな格好してる俺が、うん、バシッとスーツで決めて、うん、花束持って目の前に現れて目の前に急に現れるのあーうんうんうん、それで、うん、で今まで言わなかったけど、うん、そっからもう始まってんの？うんじゃあそっから言葉ははいスタート。もうフランス料理がちょうど最後のコーヒーが出てきたぐらいね。うんうん、今までやっぱこれダメじゃない？やっぱりやっぱ無理だよ。ダメ？無理無理無理。ダメ？もうこれちょっとなし。なし？なしなしなし。今のなし？なしね。なしにしよう。なんで？やめ。ちょっと今ね、俺の顔さ赤いけどさ、うん、なんかもっと赤くなってくからさ。じゃあもうこれでいいんじゃん。これで終わったらいいんじゃない？まあこれ編集権は俺にあるから、編集するかどうかは俺次第だからね。何それ、うん、全然面白くないんだけど黙んないでよ。だから顔表情変わってないからさ、変わらないから黙られたらさ、ねね、今なんかめちゃくちゃ熱くなってっからさ、恥ずかしい。あ、照れてんだね、うん、でこっちにはさ伝わんないからさ黙らないで分かった、ありがとう、はい、めっちゃ良かったです、本当